ねえ、オッケー、進んだ。進んだ。あ、なにこれ。あ、なんか撃てるんだけど、これシューティングゲーム。あ、早いよ、エルさん。パートナーがやられた。チェックポイントからやり直すと。エテが操作ね。うん、俺が機関銃だから。むずくないこれ。てかさっき入り口で死んだんや。そう。もうダメや。あ、これ上下逆やねんって。下押したら上行ってみたいな。あ、なんかいる。うーい、なんか船みたいなの追ってくるの。これ何の音楽これ。わかんない。うわ、めっちゃいる。あ、エネルギーがこれ持たねえな。じゃやっちゃってよ。あ、これぶつかる。おお、安全運転第一でお願いします。うわー、ああ違った。安全運転って言ったそばから。あれ、ねえ、エテさんスターフォックスとかやってないの？やってない。ああ、なぁ。スターフォックスとかでこんな感じのあるから練習しときます。むずないこれ。どうだろう、俺操作してないからわかんない。めっちゃ難しい。俺あれだもん、俺こう好きなところに撃てるもん、こういう風に、うん、カーソルが出てきてエネルギーゲージがあって。左が体力やんね、そうなると。いや、体力じゃないと思うな。一撃で被弾したら死ぬみたいな感じだったから。え、けどちょいちょい食らっ、なんか食らっ、じゃあ何のゲージ？ローリングとか、なんか急、ブーストみたいなのあるんじゃないかな、どっかのキーかなんかで。あ、あるじゃん。あ、でもなんだろう、このヘリは。あ、安全運転で行こうか。いや、スピードは勝手に上がっていくねん。あ、勝手に上がるんだ。とりあえず、あれね、真ん中、画面の真ん中キープしてればいいんじゃないかな。とりあえずそこで、ちょっとこうキーを加えていかなんかすればいいの。スペースで緊急回避。あ、俺操作できねえわ。あ、マウスでも動かせる。あ、じゃあマウスとかでもいいじゃん。マウスの方がやりやすいかも。そう、マウスにしよう。そう、スターフォックスのあの強制スクロール的な感じのノリでやっていけばいいんだこれね、マウスで。あー、こすった。あ、やっぱ HP ゲージっぽいね、なんか左のやつは。擦ったり攻撃を受けたりすると減るみたいだね、うん。あ、すげえ、これ飛行船の中なのかな、機種なのかな。いや、これむずない、ここむずない、これ危ない。あの、エルさんあれだ、僕が一番ガンダムうまく使う。ガンダムうまく使えるやつがこれ塗りこなさなきゃダメだ。むずすぎやって、これほら、これあれだから、コアファイターだから、コアファイター。コアチェンジするんだ。スレッカーさん呼んできて、スレッカーさん。スレッカー俺だ。あ、見えあれまで、デアーだから。さっき何回デアーやったことだか。うん、うん。あー、なんか後ろめっちゃいたのよ。またこれか。ここか。シュッ。緊急回避でダブルタップバレルだって考えてるよ。こういうやつ。うん。こういうやつ。あ、これマウスの照準めっちゃ、これ感度低いな。リズム乗らなんでいいわ。嫌な予感がするわ。リズム乗ったの。ああ。これローリングで来た感じやけど。あぶね。一瞬今引っかかったぞ。あ、宇宙出た。リズム乗ったわ。リズムめっちゃ乗ってたな。刻んで。ビート刻んどいた。あ、もうこれスターウォーズみたいになってる。月じゃなくて地球じゃないのこれ。地球服着てる。あ、やばい、俺めっちゃスーツビチビチなんだけど、めっちゃデブになってる。通信可能。これはどっちや、現実か。何やこのプロレスラー。え、あれだよ、あなたの大ファンなんですって言って蹴っ飛ばしてたボディーガードにしてんだよ、俺が。ああ、これでっかいやつね。うん、右が、なんとかナイトに行こうぜって言って誘ってたやつだよ。殴ったやつや。そう、あ、いや、殴ったやつじゃない。なんとかクラブに行こうぜみたいなやつ。地球終わった。終わった。早くね。
あら地球あら地球最後の日とかのレベルじゃねえし、これ序章だぞまだ多分。ピューターズ、ジャニック。ピューターズ、多くの人間が殺せるわ、帰る場所を失ったわけだ、これで。うん。そのゼンが作った世界に、移行的なことを言ってるみたいだけどね。マトリックスみたいに、現実じゃなくてコンピューターの中で戦う的なことを言ってるみたいな。うんうんうん、みたいだよね、多分。会話の内容からすると。これでまた、この装置で飛ばすんや。うん。まあけどあれよね、体は無事なとこにあるってだけマシなのか。うん、でもあれじゃない、マトリックスと同じ、マトリックスとか SAO と同じようにそのコンピューターの中でゲームオーバー的なノリになっちゃったら現実も死んじゃうんじゃないかな。脳がやられちゃうみたいな。モロスターウォーズになってる。リアルワールドコンプリート、なくなったけどね。地球早すぎない？なんかもうちょっと終盤でなくなると思うけどさ、多分これ序盤の序盤だよね、流れ的に。うん。しかもなんか善は人を殺さない真摯かと思ってたらさ、あっという間に地球が崩壊した。あ、宇宙船、宇宙船乗れるようになりましたね、できたんだけど。宇宙船乗ってどんなにすんの？なんか集めたノベルゲームを読んだりできますって書いてある。ミニゲーム的なやつなのか。ああ、それを宇宙船で管理できるのかな、全部集まってるってことかな、やったやつは。かもね。仲間に加わった。あ、なんかゲートウェイとかあるな。ミッションで受けたミッション、ギャングがカスタマイズできるかな。お、キースが一緒に戦ってくれんねんて。あ、本当だ。キンジも？あ、本当だ。キンジケンジとも、なんか呼び出せば一緒に戦ってくれって出てきた。なんだ、ギャングカスタマイズ。なんか北斗の拳出てきそうなやついるんだけど。ちょっと呼び出したいね。うん。わー、違う、金次とか戦力になるのか。キャット、キャットのヘアスタイル、そしてクールなライフガードを、キャットワーツでこれだことを言ってたジョリーに殺されたそうだ。え？サンキューパック、プレイしただけありがとうね。クローゼットに新しい服が追加されました。DLC かな、多分。うん。ただの DLC があったから、俺それちょっと入れてみたんだけど、多分それかもしれない。うんうんうん、ちょっとさ、あいつだけ呼び出して終わろう。OK。電話帳から、じゃあ、近似。お、近似。あ、来た。近似よ。死にはしないね。あ、やべ、なんか銃声があったから、やべ。あれ、フィーズ。よし。近似。金次、金次、あれ、あ、いた。金次、めっちゃ吹っ飛ぶ。あ、え、これ、あれかな、無敵なんかな。無敵ってことはないか。うん、多分ないと思う。けど、これで、さ、ファーさん、あれ読んでよ。キース。オッケー。ちょっとなんか、警察にもろく囲まれてるな。オッケー、読んだよ。あー、なんか吹っ飛んだ。お、え、もしかしてさ、キースとキンジよ、キンジ2人、キース2人とかになるのかな。かもしれない。あ、なんかキースデイビッドに見せられたとか出てきたんだけど。あ、ダメだ、もう消えてるわ。みたいな、なんかダメっぽいね。うん、もうけどこれで、支援キャラが増えたね。うん。役に立つかどうかわかんないけど、なんか増えた。増えた。あ、なんかミニゲームもあんな。なんかいろいろとなんか増えてるみたいだね。なんか世界に戻ってきたら、うん、メイヘム戦車のやつかな。こっちの
なんかさ、うん、新しい武器売ってないかな、どっか。あー、マップのところに武器屋があるからそこ行ってみようか。なんかあるかもね。ちょっとそろそろなんか違う武器欲しい。あれじゃないかな、ロケランとかが多分使えるんじゃないかな、もしかしたらだけど。もしかしたけど、タコの足とかもあるかもよ、多分ね。タコの足最初から置いてあったっけな。こっちか。あ、この建物たっけ。いた。待てい。うぃ。あ、武器あったあったあった。こっち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 。なんか鍵のマークあんな。なんだこれ。あ、なんか始まるやつちゃうこれ。あ、店のハッキングを開始だって。やってみる？うん。え、わからんわからん。データアクセスか、ハッキングが右側の列にあるノードを使って、マウスノードを選択。え、どういうこと？あ、なるほどね。ん？なんだろうこれ。あれ？ノードの選択ができん。ああ、できたできたできた。これ簡単じゃん、めっちゃ。だから、あの、繋いでいけってことでしょ、うん、線を。ノードが選択できんと思ったけど、あれ制限があるみたいだね、うん、個数みたいなのがあって。ってことは、ここの店めっちゃいいの売ってんちゃうん。あ、けど最初やからそんなことないか。うわ、なにこれ。武器を購入。あ、ロケラン買えるじゃん。火炎放射器みたいなの置いてある。ロケラン高え。何このナイフスロアとか、ナイフを放ち、持続する出血ダメージを与えるが。すごい、なんか、うん、ロケランのとこ、ロケランじゃない、スナイパーライフルのとこにあるんだけど。アブダクショットガンってなんだこれ。あ、買えないわ、お金ない。あ、スタンガンとか、なんか、ピストルにもいくつか種類あるね。あ、ある、タコ。ラピッドファイアマシンガン。タコがある。あったあった、うん、テンタクルバット、まるで触手のようなブヨブヨした近接用武器。もうもろ触手だっけどさあれ、うん、ショットガンがまだないな。エイリアンライフル、エイリアンライフルさっき言ってたやつじゃん、あの使いやすい。あ、うん、あれは拾えるやつだけどさ、うん、あれじゃん、オートマチックライフルあるじゃん。オートマチックライフル連射めっちゃ効くからいい、うん、所有って何、もう持ってるってこと？え？かな？なんで所有って出んねやろ？持ってないのに。なんか、あれかな？クエストとかでもらえるのかな？ダメージ。お金が当たり。あ、俺取れた。ん？あのカスタマイズのところでなんかいじくったら俺変えたけど、変えたってか持ってたけど、うん、あれじゃん、エデさん持ってるじゃん、ナイフのやつ。このナイフゲーター？そうそうそう、ナイフゲーターじゃない、ナイフスローは買ったよ。あ、買ったんだ。うん、買ったんかな、これ。あの、かそれ変えた。いいね、でででででで暗い。あ、浮いてる。浮いた。これね、あ、これ外でやんだ。あ、やべえ、俺も巻き込めた。エレさん、ちょっと外でやろうか、これ。これさ、ちょっと待って。これ買ってみたんだけど、ちょっと面白いかもしれない、これ。空中に浮遊する、なんか。他なんかないかな、武器。これ、弾制限があるやん。え、何のやつ？ナイフ？うん。わあ、ロケラン早いとこ欲しいね。弾薬数がちょっと少ないかもしれないけど、ミニゲームとかで稼ぐしかないか。ジョニーからのプレゼントとか最強だな。ナイフの残弾が無限になるとか。いやー、うわあ、これ外でやったらすごそう。ちょっとあれだな、
ちょっとあれだな、エゼさんにこれ打ってみるか。あれ失敗したな、なんか当たんなかった。あ、後ろに竜巻起きてる。あ、消えちゃった。そう、あの、ここのゴミ箱をちょっと俺打ってみるわ。ここのやつ。じゃーん。おお、あ、俺も行こう。あ、うわあ、めっちゃ飛ぶ。うわ、あ、ここ登れず、の、あー、登れなかった。登れた。登れ。あ、やべ、川に落ちちゃった。あ、これうまくいけばさ、あの変な塔のところに登れるじゃん、これ使って。うん、いいね。これチャージ式で弾ないからさ、いけるかもしれない。うん、で登った。あ、やべ、なんか積んだかのもな俺。出れねえ。やばい、積んだ。海ん、なんか変な崖のところに積んじゃった。あ、出れた出れた出れた。あ、上に出たくらさあ、たたたたたい、危ね。あ、やべ、これ楽しい。うぃー、これ飛べる？ん？あ、いけた？あれ、あー、落ちた。まあそこのビル登っていけば楽なんだけどね。あ、これいいわ。どうや、これ車とかも飛ばせんじゃないかな。そこの江戸さんの後ろの車飛ばしてみるわ。イエーイ。あ、車飛んだ飛んだ飛んだ、車飛んでった、さらわれていく。あ、落ちちゃった。降下時間がちょっとあるな。うんうんうん。なんか南京錠みたいなやつにマークがあるんだ。うん、なんだろうこれ。ん？なんかすごいエイリアに囲まれてる。ああ、降ろされた。ああああああ。あ、なんかエイリアン界になんかガンナーついてんだけど、何これ。なんか軽い装甲車みたいになってる。あ、撃てる撃てる撃てる。このエイリアンカー攻撃できるんだけど。なんかウイルス注入したらなんか敵がいっぱい来た。ああ、そういうパティーンか。よし、じゃあ俺のこのトラクタービームで。あ、これナイフ強い。ナイフそれ強そうだよね、なんか。火力がめっちゃやばい。来た来た来た。じゃあ、OK。あ、そっち側行かないといけないんだ。なめるなよ。ああ、殴られた。イエーイ、苦戦してるようだね。見て、エイリアン界になんかこれ銃ついてるやつ手に入ったんだけど。うん。ほら。どこ？あ、いたいたいた。俺これ。走行エイリアンが。攻撃的な感じのやつ。あ、クリア。クリアしたの。お金拾おっと。警察来た。警察なんでもう怖くない。